はい、皆さん、こんにちは。レク不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では今回のテーマですね、春に始めて単刀論文を一気に突破する学習法というテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士は、弁護士公認会計士とともにこう三大国家資格の一つと言われています。ただなかなかね、一般の人にはちょっと馴染みが薄い資格だと思いますので、まずは不動産鑑定士の仕事の中身について説明をさせていただきます。はい、鑑定士の仕事は大きく、鑑定評価業務というものと、あとは、コンサルティング業務ですね。大きく2つに分けることができます。で、鑑定評価業務というものは、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務を鑑定評価業務と言います。不動産の経済価値を判定していくらいくらという金額を出していく、そういった業務です。で、この鑑定評価業務というのは国から認められた独占業務ということになってきます。これ鑑定士にだけ認められている業務が鑑定評価業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務、大きく2つに分けることができまして、公的な評価と民間評価に分けることができます。公的評価というのは、依頼主が国とか都道府県とか、そういった公的な機関ということですね。代表的なものが、地下公示と呼ばれるものです。地下公示って言葉制度、聞いたことありますでしょうか？今年一番高い土地は銀座のどこどこですとか、今日本で一番土地が値上がってるのは北海道のニセコですとか、そういったニュースとかって聞いたり見たりしたことないでしょうかね。全国2万6000ポイントについて、国土交通省が全国の鑑定士に評価をさせて、それを取りまとめて、毎年1月1日時点の価格を、3月の中旬ぐらいに一般の人に向上する制度が、これ地下公示と呼ばれるものになってきます。代表的な公的な評価の一つということになってきます。で、一方、民間の評価ですね。依頼主が個人さんとか企業さんということです。例えば、不動産を売買する場合、不動産を相続する場合の参考として、不動産の価格を評価してもらったり、あとは不動産を賃貸する時の適正な賃料を把握するために賃料の評価を依頼したりとか、そんな場面ということになってきます。世の中には知られていないんですけど、公平中立な理論的な不動産の価格というのが求められる場面が、公的な場面でも民間の場面でも多々ありまして、そんな場面で不動産鑑定士の鑑定評価というのが役立ってくるということになってきます。一方、コンサルティング業務ですね。独占業務じゃないんですけど、不動産に関する困りごとを資格知識を生かして解決していく、そういった業務です。いくつか具体例があるんですが、CRE 戦略って言葉は聞いたことありますでしょうか？これコーポレートリアルエステートの略なんですけど、 CRE ですね。要は企業が所有している不動産の有効活用の提案、アドバイスをしていく、そういった業務ということになってきます。例えば、都心に点在化しているグループ企業をまとめて、新しく大きなですね、ワンフロアが広い事務所ビルにまとめた方が横のつながりができて、効率的に、しかも新しい商品なんかも開発することができますよ。こんなアドバイスをしていくのが、この CRE 戦略の場面ですね。こんな場面で鑑定士の資格知識を生かしてですね、アドバイス解決をしていくということになってきます。で、鑑定士の仕事のやり方なんですけど、鑑定士というのは基本的には独立開業型の資格と言われています。同じ不動産系で言いますと、土地家屋調査資産とか司法書士さんなんかとも同じように、鑑定士は独立開業型の資格と言われています。ただ、そういった不動産系の資格の中でも、鑑定士というのは独立しやすい、独立開業しやすい資格と言われています。それはなぜかと言いますと、公的な評価があるからなんですよね。3年間ぐらいの実務経験を積んで登録をしていけば、少しずつ公的な評価をもらえるようになっていきます。これだけで食べていけるというわけじゃないんですけど、年収の下支えになります。なので、この公的な評価があるので、鑑定士というのは独立しやすい資格と言われています。さらには、鑑定士知られていないんですけど、インハウスですね、企業内鑑定士として活躍できる場面もあります。例えば、この不動産会社ですよね。先ほど言いました通り、今不動産会社はこう CRE ですね、特化した部門を立ち上げて、ものすごく営業をかけていたりします。そんな部門で鑑定士としてこう資格知識を生かして解決していく、企業内で鑑定士として活躍していくって場面もありますし、さらには金融機関、
特にこう信託銀行さんですね。信託銀行さんというのは内定を出した学生にお金を出して勉強させて、で入社と同時に鑑定士の資格をですね、試験を受けさせるような、そういったことを行っています。つまり信託銀行さんの中には鑑定士がですね、大きくいまして、こう活躍しています。あとは、官公庁で、ね、役所です。役所、例えば財務省さんとか国税庁さんの中にも鑑定士多くいます。財務省等々というのは鑑定士に評価依頼する立場です。依頼する立場です。じゃあなぜ鑑定士が必要かというと、依頼をして入手をした鑑定評価書が正しいかどうかを内部でチェックしたいみたいなんですね。内部で鑑定士を抱えておきたいので、財務省等々だったり、国税庁等々の中にも鑑定士がですね、多くいます。例えばあとは東京都庁なんかですと、毎年毎年こうキャリア採用という形で鑑定士を募集しています。なので役所、官公庁の中にもですね、多くの鑑定士が活躍しているということになっています。ではこういった鑑定士になるためにはどういった試験制度を突破する必要があるのか、試験の中身について続いて説明をしていきます。はい、まず鑑定試験の大きな特徴というのは、単答式試験、論文式試験の2段階選抜方式になっています。公認会計試験なんかと同じような試験制度になっています。まずは単答式試験から確認をしていきましょう。はい、受験資格は特にありません。誰でも受けることができます。で、科目というところを見てください。単答式試験は行政法規という科目と鑑定理論という科目ですね、2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産というのは勝手気ままに使えるものじゃなくて、さまざまな、ね、法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことありませんでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが行政法規という科目になってきます。もしも宅建試験とか勉強された方は、宅建試験で学んだことの4割が範囲として重なってくる、そういった科目が行政法規という科目になってきます。一方の鑑定理論ですね、鑑定理論、不動産を鑑定する時の考え方、理論を学んでいく、そういった科目ということになっていきます。これは鑑定士としてこう専門科目ですね、実務家になっても重要になってくるのがこの鑑定理論という科目に、専門科目ということになっていきます。でそれぞれマークシート方式、択一式で問題が出されます。でそれぞれ40問で、1問 2.5 点と配点されてますので、40問 ×2.5 点で100点満点の合計200点満点で試験が課せられます。ではいつ試験が実施されるかといいますと、下、例年5月の中旬の第2日曜日が試験日ということになってきます。まあ母の日ということになってきます。午前中10時から2時間で行政法規の問題を解いていただいて、で1時間半の休憩を挟んで午後の1時半から2時間で鑑定理論の問題を解いていく、そういった流れになっています。ではどれぐらい点数を取れば合格することができるのかってことですね。願書には総合点でおおむね7割が基準となると示されています。ただ鑑定試験というのは、相対評価の試験です。行政書士試験みたいに何点以上取った人みんな受からせるとか、そういった試験ではありません。つまり本試験の問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。じゃあ近年どれぐらいで合格することができているかと言いますと、だいたいこちらが近年の合格点なんですけど、だいたい7割弱ですよね。7割弱、7割以上になったことはありませんので、どんな問題でも7割取れていれば合格することができる、そういった試験が単答式試験ということになっていきます。どれぐらいの率で合格することができるのかってことですね。2018年度単答式試験の合格率は 33.4% ということになっていきます。要は3人に1人が合格できる、そういった試験が単答式試験、比較的受かりやすいのが単答式試験ということになってきます。でこれ突破すると今度は論文式試験ということになってきます。まず科目なんですけど、行政法規という科目はこれ単答式試験だけの科目ですので、論文式試験では出題されません。一方鑑定理論というのはこれ専門科目ですので、論文式試験においても出題されます。加えて民法、会計学、経済学、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験の特徴ということになっていきます。科目数が多いということですね。なのでたまにどの学部が有利ですかって質問を受けるんですけど、一概には言えないということになってきます。法学部ですと民法、商学部ですと会計学、あとは電卓を使って計算等々するような計算問題なんかもありますので、理系の方が有利な科目も多々あったりします。いろんな学部の方が受けるのが鑑定試験ということになってきます。
で、試験期日はと言いますと、例年8月上旬の土日月の連続する3日間が試験日ということになってきます。最後月曜日平日ですので、お仕事されている方はですね、事前にお休みを取っていただく必要があります。でこれ真夏真っ只中3日間論文文章を書き続けなければなりませんので、結構体力的にも大変な試験ということになってきます。例えば初日の午後の科目、こう民法って科目がありますよね。あ、これ経済学って科目がありますね。で、経済学というのはたまにさ、すごい難しい問題が出たりします。でそうすると全然解読書けなくて、あ、今年も終わったって形で、実は試験を途中でやめちゃう人がいるんですね。なかなかそういった試験って他の資格試験ではないと思うんですね。こう3日間費用ごとにこう空席が目立っていく、そういった試験なんですね。ただそれはちょっともったいないんですね。当然論文式試験も相対評価の試験です。つまり難しい問題はみんな書けませんので、これ合否に影響しないということです。何が試されているかというと、いや自分一生懸命経済学勉強してきた、こんな自分がわからない問題は多分みんなもわからないんだから、この問題は気にすることなく、他の問題他の科目について淡々と回答を書いていこうという形で、冷静に対応できるぐらいにしっかりと自信を持ってそれぞれの科目について準備することができたかどうか、そういったことが試されているのがこの3日間の論文式試験ということになってきます。なので論文式試験合格するためのポイントは、苦手科目を作らないということです。得意科目は基本的にはいりません。とにかく苦手科目が一科目でもあるとなかなか合格することはできないということです。例年合格した方の合格答案というのを手に入れます。で言葉が悪いんですけど、こう見てみると、これで受かったのって答案なんです。本当にただまあ確かにギリギリで受かったなって答案なんですけど、ポイントはそういったギリギリの答案を合格者は全科目を揃えているということです。他の人に差がつかないような平均的な答案を全科目揃えられれば合格することができます。やっぱり4科目同時に勉強するというのは大変なんですね。どうしても苦手科目が出てきてします。それぞれの科目自体のレベルはそんなに難しくはないです。それぞれの学問の入門レベル的な話です。まあ、それは文書で書かなきゃならないという難しさあるんですけど、内容的にはそんなに難しくないです。ただポイントは4科目同時に勉強しなきゃならないということですね。特にお仕事をしながらバランスよく4科目を学習していかなきゃならないので、そういったこうね、管理能力みたいなものが、こうスケジュール管理能力みたいなものが試されているのがこの論文式試験ということになってきます。特に鑑定理論というのは論文式試験で他の科目よりも多くの問題が出されて、配点の半分を鑑定理論が占めているんですね。つまり担当論文共通の科目が鑑定理論で、担当論文いずれにおいても配点の半分を占めるのが鑑定理論。鑑定理論は重要な専門科目なんですね。で当然他の受験生も書き負けないように差をつけられないように鑑定理論については多くの時間を費やして勉強しています。そういった他の受験生に負けないようにするためには、それぞれ皆さんもやっぱり鑑定理論についてはしっかりと多くの時間を費やしてこう勉強していく必要があるということです。だから特に鑑定理論について苦手としているようですと、なかなか担当論文ですね、合格することは厳しいということになってきます。では論文式試験どれぐらいの合格率なのかということですね。2018年度合格率 14.8% ですね。つまり7人に1人、正直言うとしか合格できないと厳しく言っていいと思います。この7人というのは担当式試験に合格した人7人のうちの1人です。なかなか厳しい試験だと思います。でこれいつも言い訳的に言うんですが、比較的受かりやすい合格率の高い試験資格というのは、じゃあそれを取ってすぐ就職転職に直結するかというと、なかなか厳しい部分があると思うんですね。一方で司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい資格試験というのは取るとこれ希少性を生み出しますので、就職転職に直結するということになってきます。鑑定業界は今、ね、人手不足で超売り手市場ですので、やっぱり合格しますと本当にこう売り手市場なんですね。大手の鑑定事務所とかの内定等々ですね、合格する前に、ね、取れたりすることがありますの ですね、そういった意味でも今チャンスということになってきます。あと試験の特徴としましては、まず1つ目ですね。
担当式試験合格者は翌年翌々年の2年間担当式試験が免除になります。つまり一度担当式試験で合格しますと論文式試験が最大3回受験できる、そういった、ね、制度になっています。まあ、担当免除制度、言葉言い換えるとこう三審制度ですかね、そういった制度になっています。こう下の例のところを見ていただいて、皆さん鑑定士興味持っていただいて勉強を始めました。で2020年度見事担当式試験合格することができました。ただ担当の勉強しかしていなかったので論文は残念ながら不合格になりました。で翌年2021年度は担当免除で論文から受けることができるということです。で仮に不合格だったとしても2022年度も担当免除で論文から受けることができるということで、これ受け控えとかできませんので受かった年も含めて3年間3回ですね論文を受けるチャンスが与えられる、そういった制度になっています。特に鑑定試験というのは働きながら勉強される方がですね多いです。そういった方はやっぱりこの担当免除制度をうまく使っていただいて鑑定士ですね最終合格を目指すというのが、まあね、勉強としてはポイントということになっていきます。とともにですねポイントの2番目ですね、短期合格が可能になるということです。学生等の 若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために短期合格が可能になるように2016年度に試験問題の見直しが実施されています。今本当に鑑定業界で人手不足なんですよね。だいたい鑑定士って実際鑑定士と仕事をしているのが 5,6 千人ぐらいと言われています。でしかもそのうち60歳以上の方が4割ぐらい占めていて、でその方たちがリタイアしちゃうと一気に鑑定士の人数が少なくなると言われています。先ほどの公的な評価、地下工事なんかの制度がこれ成り立たなくなると言われてますの で本当に国土交通省危機感を持ってまして、でこう試験制度見直しをしているんですよね。学生等と若い方にこうチャレンジしてもらうために、要は簡単に言うと受かりやすく問題が優しくなっています。知識量ですね、知識の量の勝負じゃなくて基礎的な知識さえ身につけていれば、それをしっかりと論文で回答で書いてくれれば積極的に採点をしていくような、まあ、問題だったり採点方法に変えています。まあ、簡単に言うと受かりやすくですね、問題が優しくなっています。知識重視じゃなくて知識量じゃなくて基礎知識が重要ってことですよね。ベテラン有利じゃなくて若い方でも一発で受かるようになっています。本当に 5,6 年前の前までですとなかなか担当論文一発で受かるって方は本当にそうはいなかったです。ただここ 2,3 年は本当に学生等々の方、若い方を中心に一発合格者が本当に増えています。担当論文一発で受かるってことですね。問題の見直しが実施されているからです。なので今人手不足で売り手市場で試験も受かりやすくなってますので、こう鑑定士ですねこうチャレンジするにはこういいタイミングということになってきます。じゃあどれぐらい勉強時間確保できれば合格することができるのか、じゃあ目安を説明していきます。まずは担当式試験合格するためには講義の時間も含めてどれぐらい勉強時間を確保していただく必要があるかというと、だいたい500時間ぐらい勉強時間確保していただければ合格することができると言われています。確か宅建試験が300時間ぐらいで一般的に言われてますので、その 1.5 倍ぐらい勉強時間確保していただければ十分に担当式試験合格することはできます。一方論文式試験、科目も増えて、あと論文文章を書く訓練もしなければなりませんので、最低でも2000時間ぐらいの勉強時間は確保していただく必要があるということになってきます。では踏まえて、じゃあレックとしましては合格するためにどういったコースを用意しているかと言いますと、一応3つのコースをご用意しています。まず1つ目は、忙しい社会人の方だったり段階を踏んで着実に合格を狙っていきたい、そういった方におすすめ、要は担当免除制度、この試験制度をしっかりと活用して、要は1年目は担当でしっかり担当を買って担当免除制度を使って2年目から論文を受けるって形でこう段階を踏んで学習をしていくってパターンですね。なのでまずは1年目は担当だけを目指すコースです。そういったコースがあります。それが、こちらですね。はい、2020担当合格コースということになってきます。2020年度で担当だけの合格を目指すコースということになってきます。こちらのコースを取っていただければ、基本的なテキストだったり過去問等々ですね、すべて教材入っています。余計な講座ですね、あとテキスト等買う必要は全くありません。淡々とねこのコースを受講していただければ自然と担当合格できるような力が身についていきます。で見事担当を受かっていただきますと、続いては論文だけのコースというのもですねこうちゃんと準備しています。論文だけのコースがありますので、ね、こちらを取っていただくという流れになっていきます。ただ今回のテーマは
春から始めてってことですよね。つまりこう1年以上かけて勉強を進めていくってことです。で、単当合格するためには講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらいが必要と言いますね。500時間で、500時間をでは1年間365日で割ってみてください。それと1日あたり1.3時間ぐらいですね。週末をまとめてやっていただければ、平日は勉強しなくても十分にこれ消化することができます。ちょっと逆にこれちょっと余裕がありすぎる、つまり担当だけに絞ってしまうのはもったいないということなんですね。つまり働きながらであったとしても、春から学習を始められるならば、十分に単刀論文一気に突破することも決して不可能ではないということになっていきます。で、当然そういったコースをちゃんと準備しています。それがこちらですね。2020単刀論文フルコースということになっていきます。で、これは先ほどの単刀のコースのほかに、論文の基礎記ですね、知識をインプットしていく部分と、あとは論文完成記ですね、今度は実際に答案を書いていくですね、アウトプットをしていく部分ですね、こう全てフルパッケージで入っているフルコースが単刀論文フルコースということになってきます。このフルコースのメリットというのは、特に先ほど鑑定理論というのは単刀論文共通の科目です。で、これ実は学ぶべき内容は単刀論文共通なんですね。知識は共通で、それをマークシートでマークするのか、論文文章で書くのか、アウトプットの違いだけで、学ぶべき知識は単刀論文共通なんです。基本テキストもこれ同じ一冊になっています。なので単刀と論文同時にやった方が、鑑定理論については効率的に学習することができます。別々にやるよりもまとめてやった方が効率的に勉強することができます。論文の勉強をすればするほど、実は鑑定論のこう担当のね、点数も上がっていきますので、両方同時にやった方がやっぱ受かる可能性も高まりますし、効率的に勉強することができます。なのでこのフルコースですよね、働きながらであったとしても春から始められるならば、あとは特に、学生の方とかですね、時間が比較的取れる学生の方、あとは、弁護士さんとか公認会計士さんは論文科目の一部が免除されます。免除を受けられる方なんかでも、このフルコースを取っていただいて、一気に最終合格をぜひですね、目指してほしいということになっていきます。で、こちらのフルコースについては、学生割引等々ですね、割引制度が準備されています。具体的には、このフルコースだけなんですが、まずは学割、学生割引ですね。一般科から半額でこのフルコースを申し込むことができます。これはかなり破格の値段ですね。半額で学生の方はフルコースを申し込むことができます。先ほど国土交通省はですね、学生等々ですね、若い方に鑑定士積極的にチャレンジしてもらうためにですね、いろいろね、改革を行っています。そういったね、意向を踏まえて、レックとしましても、ぜひですね、学生の方はチャレンジしてもらうために、こうね、入りやすいようにですね、一応ね、価格ですね、半額になるような学割を設定しています。あとは科目免除の方ですね。科目免除の方については、まずは、弁護士さんの方は、民法が免除になります。あと公認会計士さんは会計学と、あとは受験の際に受けた科目ですよね、民法経済学ですね、免除になります。で、その免除を踏まえた割引のコースになっています。フルコースで、その免除に対応してですね、割引の設定がされています。何年か前に、弁護士と公認会計士両方持っている方が、ね、最後三大国家資格の最後で不動産鑑定士チャレンジしたんですね。その方は3科目免除だったんですね。3科目、民法経済会計学全部免除で、鑑定理論だけ勉強すればよかったってことな、論文試験で、その方やっぱ一発で受かりました。なので特に免除を受けられるような弁護士さんとか公認会計士、最近ダブルライセンス、トリプルライセンスで弁護士さん、公認会計士さん、鑑定士ですね、多くの方チャレンジしています。で、結構一発で受かってますんで、免除を受けられる方はぜひですね、このフルコースのですね、こう免除割引なんか使っていただいて、ぜひですね、一期合格チャレンジしていただきたいということになっていきます。ただってことなんですよね。いや、やっぱりちょっと働きながらなんで、いきなりフルパッケージフルコースというのはちょっと負担が重いっていう方もいると思うんですね。ただ一方で、春から始めるので1年以上前から担当だけに絞ってしまうというのも、ちょっとやっぱりもったいないということなんですね。フルはちょっと重い、一方で担当だけだとちょっともったいない、なので中間はないのかってことですね。中間があります。
それが、20ページですね。はい、こちら単刀論文基礎コースというものがあります。こちらは単刀のコースに論文のうち、論文のこの基礎記ですね、知識をインプットしていく部分だけをつけたコースが単刀論文基礎コースというものになってきます。で、こちらのコースは後でこのアウトプット部分を追加的に受講していただく必要があります。で、この追加のタイミングを自分のタイミングでこう選ぶことができる、そういったメリットがあります。つまりは、例えばこの単刀論文基礎コースを受講しました。で、この論文の基礎記の講座もですね、仕事とのバランスを取りながら十分に消化することができました。うまく消化できたので、2020年向けのこのアウトプットのコースを追加的に取って、2020年の8月本気で論文式試験を受けてみようっていうこともできますし、じゃなくて、なかなかやっぱり仕事が忙しくなって論文のコースうまく消化できなかったので、2021年度向けのアウトプットのコースを追加的に取って、2021年度の8月の論文式試験を本気で受けようという形で選ぶこともできます。自分のね、講座のこの消化具合ですね、進み具合に応じてこのアウトプット部分の追加のタイミングをフレキシブルにこう選ぶことができる、そういったメリットがあるのがこの単刀論文基礎コースということになってきます。では受講の仕方ですね。受講の仕方、大きくは通学と通信という形で分かれていきます。まずは通学から確認をしていきますと、通学についてはまずは単刀コースですと、はい、こちらが通学のスケジュールなんですけど、まず実施校は、東京千代田区にあります水道橋本校が生クラスの実施本校ということになってきます。生クラスを実施するのは東京千代田区にあります水道橋本校ということになってきます。で、担当のコースですと、この5月の26日から通学コースが始まるようになっています。で、毎週これ日曜日ということですね。午前中10時から2時間半で1コマで、1時間の休憩を挟んで午後の1時半から2時間半で午後の講義ですね。つまり毎週日曜日2コマずつ受講していくようなスケジュールが生クラスのスケジュールということになってきます。一方、じゃあ論文のコースはと言いますと、そちらはじゃあこちらですね、33ページ、同じく水道橋本校が実施校で、論文のコースは7月の6日から始まります。論文のコースは毎週土曜日ですね。毎週土曜日、同じように1日2コマずつで毎週土曜日ずっと続いていくような、そういったスケジューリングになっています。では一方、通信はどのように受講するかと言いますと、一応2つの受講形態に分かれてきまして、通信は、はい、DVD で受講するパターンと、あとはネットウェブで受講するパターンと、大きく2つに分かれています。どうしても画像を手元に残したいという方は DVD ですね。一方でウェブの方ですね、ネットで、こちらの方がね、DVD 講座の少しね、値段が安くなります。で、ウェブ講座の場合には、音声のデータをダウンロードすることもできますし、あとはスマホで講座を受講することもできます。そういったメリットもあったりします。で、この通信ですね、発送配信スケジュールはどのようになっているかと言いますと、それはじゃあ担当のコースで見ていきますと、はい、こちらが通信の発送スケジュールなんですけど、まずは担当のこの合格講座の鑑定理論ですね、全20回がまず初めに受けるべきもので、それが2019年度の1月31日からこれ受講できるようなものになっています。こちらからも配信されてるってことですね。今もご覧になっている方はこの期日は過ぎてると思いますので、つまり申し込んでいただければ、即この鑑定理論20回分は受講することができる、そういったこれね、配信スケジュール、通信のスケジュールになっています。つまり生クラスって5月の下旬ですよね。この5ヶ月前から通信ですと受講することができるですね。そういった配信スケジュールになっています。で、さらにこの通信の特徴がありまして、それはどういった特徴かと言いますと、通信ならではの特徴がありまして、レックの通信講座は全て専用スタジオで
収録しているものになっています。つまり生クラスを収録して都度都度配信されるようなそういった配信スケジュールじゃなくて、事前に専用スタジオで通信のためだけに収録した講座をですね配信するようなそういったスケジュールになっています。内容は生クラスとは同じです。講義の進度とか内容は生クラスと同じなんですけど、ただ事前に専用スタジオで通信用としてしっかりと収録をしています。なので、1というところを見ていただくと、インプット講座は原則として全4ユニット制、1ユニット30分から40分程度というような構成になっています。1回あたりの講義が 2.5 時間なんですけど、その1回 2.5 時間の講義が4ユニット制に分かれているんですね。つまり1ユニット大体35分ぐらいで、そのかける4ユニットで1回分の講義になっています。なのでこんな受講の仕方ができます。矢印、朝に1ユニットだけ視聴して、で夜にまとめて残り3ユニットを視聴するなど、有効に講義を受講することができます。生クラスというのはこうペースメーカーになるとかでこうプラスの、メリットの面もあるんですけど、ただこう生クラスに通うというのは、例えば担当毎週日曜日午前午後で2コマですね、1コマ 2.5 時間で合計で5時間、で昼休み1時間なんで6時間、さらにこう通学の時間を考えますと、だってこう8時間ぐらい丸々ですね時間を確保しないと生クラスの講義を受けることができないということですね。これなかなかやっぱり8時間時間確保するのって大変ですよね。一方通信というのは1日の中で35分の隙間があれば、その隙間に1ユニット講義を入れることができるということなんですね。つまり通信の方が、特にお忙しい働きながらの方ですと、自分の生活スタイルに講義の方を入れ込みやすいってことですね。自分の生活スタイルに受講を入れ込んでいくことができる、そういったメリットがあるのがこの通信のメリットということになってきます。さらには丸にですね、各講座各科目の発送配信開始日に全回数分まとめて発送配信が行われます。先ほど鑑定理論、まず全20回分一気に配信発送されます。なので矢印、特定の時期に一気に学習したい方にこれ便利な配信スケジュールになっています。先ほど公認会計士の方が最近は鑑定試験チャレンジする方多いと言いました。公認会計士さんの方というのは、仕事の繁忌期が、すごく差があるんですよね。やっぱ決算日に合わせて仕事が忙しくて、それを過ぎると仕事が落ち着いてくるということです。で公認会計士さんはこれ仕事の落ち着いた時期に一気に勉強を進めたいということ でこうなんか生スケジュールに合わせてつどつど配信されると一気に自分で学習を進めることができないわけですね。一方レックの配信というのは、まず一気にまとめて全回数分、例えば鑑定理論ですと20回分がもうすぐに見れるようになってますので、仕事が忙しくない時に一気に自分で20回分ガーってこう進めることができるってことですね。そういった形で公認会計士さんですね、こういった通信とか使っていただいて、こう一発で合格する方もね、本当最近多くいますので、そういった意味ではこのレックの配信スケジュール、一気にまず全回数分ですね見れることができるこの配信スケジュールというのは、そういった勉強の仕方にこう、適してね、そういったメリットもあったりします。はい、でこの通信のこの部分は通学クラスにもフォローという形でこうついています。通学クラスを申し込むと必ずフォローという形でウェブか DVD の通信講座かをねセットでついてくるようなものになっています。なので例えば、論文の通学スケジュールですね、毎週土曜日、論文ですね、毎週土曜日7月の上旬から始まっていきます。で例えば、こうやってってこう例えば7月の20日とかにどうしてもなんかね家族の用事とかがあって休まざるを得ないってこともあるとは思うんですね。なんでそれでもこの7月の20日時点でこう生クラスよりかなり前の段階でこの通信講座というのは受講できるような状態になってますので、7月の20日に休んでもすぐにその日中に自分でウェブか DVD で追いついて翌週の生クラスに復帰することができるということです。レックは通学クラスに必ず DVD かウェブのウェブフォローがついてますね。DVD フォローがついてますので、休んでもすぐに追いつくことができるということです。つまり、通いやすい生クラスになっているというのが、レックの特徴ということになってきます。で、それぞれの生クラスの各科目の1回目の講義というのは、無料で
体験できるような、そういった制度になってますので、もしも生クラスですね、通いそうだ、体験してみたいという方は、予約とか不要ですので、水道橋本校にですね、このスケジュールに合わせて、それぞれの科目の1回目ですね、担当論文いずれの大丈夫です。無料体験できますので、それ体験していただいて、やってみようという形で受講することもできますし、あとは通信ですと、レックの不動産鑑定士課のホームページのところに、やっぱり各科目1回目2回目こう無料でね、視聴できるような、そういったね、無料視聴のところがあります。 YouTube 等々で見れるような、そういったものがありますので、やっぱりこう、ね、見ていただいて、あ、これならば自分ね、勉強進められそうだなと思ったならば、こう受講していただくって形ですね。そういった形でこう事前に ね、見るような、そういった制度なんかもあったりします。今の本当とにかく鑑定協会人手不足なんですよね。なので一応レックとしましては3つのコースですね。担当のみ、あとフルパッケージ、あとは基礎付きのコースで、受講形態も通学通信ですね。で、一応割引制度なんかもね、いろいろあります。で、それぞれの生活スタイルに合わせていただいて、ぜひ、ね、鑑定士に興味持っていただいたならば、いずれかのコースで鑑定士チャレンジしていただいて、で、見事鑑定士になっていただいて、今ね、鑑定業界は変革期なんですね。次の鑑定業界の新たな担い手として、こう皆さんがなっていただけたならば、私としてはこう嬉しい限りということになってきます。はい、では以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。